1993年カナダ連邦選挙は1993年10月25日にカナダの第35回連邦議会のカナダ会員議員を選出するために行われた。選挙では会員の295議席を14の政党が争った。これはカナダ史上最も波乱に富んだ選挙であり、有権者の半分が支持政党を1988年。 カナダ連邦選挙から変更した。結果、クレティエン率いる自由党が会員で圧倒的な多数を手にし、次のカナダ政府を形成した。この選挙でカナダ進歩保守党は1988年から票の半分以上を失い、156議席のうちに議席を除くすべての議席を創出した。これはカナダの連邦レベルで、また西欧諸国の与党政権として、 最悪の敗北であった。この選挙では2つの新党が、主にカナダ進歩保守党の支持者の中から登場した。主権主義者のブロックケベコアは、ケベック州で過半票を獲得し、勝利、公式野党となった。カナダ改革党は、マニトバ州よりも東で1議席しか獲得しなかった、ものの、一般的なほぼ同じ数の議席を獲得し、会員の主要を右翼政党として、 進歩保守党にとって変わった伝統的な第三党である新民主党は前回の検討から一点9議席まで議席数を減らしたこの選挙は新民主党史上の唯一の100万票を切った最悪の結果となっている庶民院議員の人気満了に伴って実施された選挙である選挙では6月まで9年余り首相を務めていた ブライアン・マルルーニーの政権運営に対する評価、年額350億ドルにも上る財政赤字の解消や11、11%を超える公失業率をどう改善するかが主な争点となった。選挙直前の世論調査では、与党、進歩保守党の支持率は17%であり、野党カナダ自由党の43%に比べ、大きな遅れをとっていた。選挙の結果、 自由党が295議席中178議席を獲得して、圧勝、政権を9年ぶりに奪還した。一方、ンポ保守党は、解散前の155議席をわずか2議席まで激減。6月に就任したばかりのキャンベル首相自身も落選した。また、第三の全国政党であり、これまでに大政党に不満を持つ有権者の受け皿となってきた。 新民主党も議席を激減させた。ケベック州の分離独立を当然とするブロックケベコアや西部地域を地盤とする新党であるカナダ改革党は大きく躍進し、第2、第3党の地位を地域政党が占めることとなった。従来の二大政党制が崩壊し、地域政党が台頭するというカナダ政界の構図を大きく塗り替えた選挙となった。なお、マニトバ州から立候補した。 日系カナダ人のアーサー・ミキが当選し、カナダ史上初の日系庶民院議員が誕生した。九百八十四年、ブライアン・マルルーニーはカナダ進歩保守党を率いて、カナダ史上最大の多数派政権を樹立し、すべての州で過半数の議席を獲得した。カナダ進歩保守党が政権を取った九百八十四年当時、カナダの連邦政府赤字は三百四十五億ドルに達しており、 この削減を公約に掲げていた。しかし、1993年までにこれは400億ドル以上に膨れ上がっており、また、カナダ連邦債務政府債務は5000億ドルにまで積み上がっていた。財政健全化の方策としてマルルーニーが言ったのは増税であった。ミ意の強い反対を受けながら1999年に消費税税を設定した。 これらの要因によってマルルーニは1940年代から始まった世論調査で最も人気のない指導者となった。これにより1991年に進歩保守党の支持率は15%台まで低下した。法務大臣であったキム・キャンベルが後継者として首相となった。キャンベルは就任時からの短期間に高い人気を誇り、それは1960年代後半の ピエール・トルドーに対するトルドーマニアを用いった、キャンベルマニアという言葉が生まれるほどであった。この時期、他の伝統的な政党もうまくいってはいなかった。自由党は内部は無秩序で破産しかけており、支持率も50%から32%まで低下させていた。そのためクレティエンは、ジーン・ペルティエを参謀長に起用し、党を再編するために彼の指導力を用いた。 選挙期間中に実施した世論調査の結果推移選挙は国会の任期が9月に切れるため1993年の秋に必要にかられ召集された。その年の晩課時点でキャンベルはクレティエンに対して人気で上回っていた。選挙期間中に用いられたカナダ自由党のロゴカナダ自由党は9月19日に長い間構想してきたキャンペーンを発表し、 メディアはそれにレッドブックと名付けた。これはカナダ自由党が与党となった際に何をするのかについてが記された文章であった。これはカナダの政党には前例のない試みで数年の歳月が費やされたものだった。カナダ自由党の方針は一貫しており、組織性をもって行われており、これは進歩保守党のグローブメールが現代政治史の中で最も無能なキャンペーンと呼んだ。 ものとは対照的なものであった。カナダ改革党は西部とオンタリオ州の多くに大規模な草の根ネットワークを構築した。改革党は資金や資源に乏しかったのでエコノミークラスの客席に乗ったりアンホテルに泊まったり弁当を作ったりしてその姿勢がお金に厳しい財政緊縮派の人々から支持されるようになった。選挙活動は リック・アンダーソンという熟練の専門家によってマネジメントされた。改革党内部では元カナダ自由党でオタワ出身の彼を起用することについて反対する意見もあったが彼は高い能力を証明することで早期にそれを解決した。改革派はトロント地域のジョン・ベックがヨーク大学の学生誌エクスカリバーのインタビューで 反移民的な発言を連発したことで論争に巻き込まれた。ヨーク大学の学生たちはこの発言をマニングに突きつけ、マニングはすぐにそれを求断した。1時間以内にウェックは立候補を取り下げることを余儀なくされた。選挙期間中に用いられた連邦新民主党のロゴシンポ保守党の選挙キャンペーンは会長のジョン・トーリーとチーフストラテジストのアーラン・グレック。 マルルーニの側近2名によって引き入られた。これは、資金面では最も豊富だったが、すぐに組織的な問題に直面した。地方向けキャンペーン用のパンフレットを党が作成できず、各候補者に自費印刷を強要した結果、党としてのメッセージの一貫性が保てなくなったことで、ある。10月まで、新法保守党の支持率は、世論調査で自由党にかなり劣っていた。 彼らはこの方法以外では自由党に優位を確保できないと信じ、グレッグとカナダ保守党はクレティエン叩きシリーズと呼ばれる広告を立ち上げた。この広告の制作者たちはもし彼がカナダの首相になったらとても恥ずかしいというニュアンスの広告は彼の制作と倫理について意味するものであったと説明したが彼の顔のベルマヒを強調していたことから 多くの人々はこれはクレティエンの外観への不別だと認識した。この広告はロメオルブラン率いるリベラルの選挙対策本部がすぐにメディアに連絡するなど即座に広く認知された。これは進歩保守党候補を含む各方面からの激しい反発を引き起こし、キャンベルは放送中止を命じた。クレティエンはこの広告に対し子供の頃、 人々によく笑われましたが、私は神から人とは別の資産を与えられたのです。私はとても幸福ですと、対戦相手の引き合いとして、少年時代に彼をからかった子供たちを出して、状況を有利にし、支持率を急上昇させ進歩保守党の彼に対する唯一の優位を無効にした。クレティエン自身も彼の半身不随な顔を、 選挙運動に利用していたのではないのかという指摘も存在する。ケベック州での自由党の選挙ポスターには、ストレンジ、ルッキングフェイス、バッドリフレクト・ン・ホワッツ・インサイドとの文言があり、ほとんどの新聞や雑誌の広告では似たような写真で、彼の特徴的な顔を積極的に押し出していた。1993年の選挙で最大の論点は、経済対策であった。 1988年選挙での論点は、アメリカとの米下自由貿易協定であったが、1993年選挙以前から、北米自由貿易協定の合意があった。改革党は移民の削減と多言語主義の交代を提唱していた。1988年カナダ連邦選挙後の会員の議席分布状況1993年後の会員議席分布。 この選挙は進歩保守党にとって大敗に終わった。彼らはリベラルにとっての過去最悪であった1984年の95議席の喪失を上回る156議席のうちの2つを除いたすべてを失うという大敗を喫した。この損害は失われた議席の絶対数においてもパーセンテージにおいてもカナダの与党政権のみならずウェストミンスターシステムの政権政党にとって 過去最悪の記録となった。また、圧倒的な安定政権が一気に一掃された、世界での珍しい例の一つとなった。マルルーニーの以前の選挙区であったケベック東部のシャルルボワは、地滑りでブロックケベコワ候補のジェラール・アセリンに敗れた。カナダ保守党候補はたった6,800票しか得られなかった上に、これによって教託金を失う危機に陥った。 キャンベルは選挙区であったバンクーバーを自由党の新人、ヘディフライに奪取された。首相の落選と選挙での敗北が同時に起こったことは、これを含め、カナダの歴史上3度しか起こっていないことである。前例としては、アーサー・ミーエンに2度、1921年カナダ連邦選挙、1926年カナダ連邦選挙で起きていた。自由党は、 この選挙で177議席を獲得した。これは190議席を記録した1949年以降、投資上3番目の選績であった。これにより、会員で圧倒的多数を獲得した。ブロックケベコワは54議席を獲得した。ケベック州での半数以下の票を獲得し、フランス語圏の選挙区を席巻した。改革党は、 大躍進を遂げ、西部ではそれまでの進歩保守党の支持のかなりの部分を獲得した。ブロックケベコアは公式な野党であったが、ケベック州以外の問題については、進歩保守党は改革派を主要野党とみなしていた。また、1995年には、ブロックケベコアのリーダーであったルシアン・ブシャールは、アメリカ大統領ビル・クリントンへの面会を許可された。 改革党党首のピレストン・マニングもまたブシャールの分離主義的な影響力を和らげるためにビルク・リントンとの面会が許可されていた。新民主党は主要な政党の中で最も少ない得票となり、獲得議席数は正式な政党の要件に3議席、足りない9議席となった。これは記録された成績の中では1988年からの大きな交代であった。 当選した候補の多くは政党の伝統的な支持地域であった西部ハートランドで大きく分断された選挙区であった。平均して当選した新民主党議員の得票率は35.1%に過ぎなかった。ありがとうございます。